私はあなたのお母さんの妹、あなたにとってはおばってことになるわ。名前は真神時子。お母さんの旧姓は真神だって聞いてるでしょ。いや。そう、トール姉さんは何も教えずに行ってしまったのね。でもこうやっておいであるあなたに会えて嬉しいわ。あんたは知っているのか、母さんがなぜ死んだのか。ええ、今日あなたに会いに来たのはそれを伝えるため。トール姉さんは炎に包まれて死んだはず。そうでしょ。姉さんは自ら命を絶ったのよ。自殺だというのか。いいえ、理由はただ一つ。ある人の身代わりになったのよ。身代わり。そう、真神の血を引く者にとっては当然のこと。真神、真実の真に神様の神、真神っちゅうたら、あの影にえの。あなたも素人じゃないよね。カムイに教えてあげて。せやな。真神家っちゅうのは影にえや。影にえだと。ああ、古い呪術でいろんな災難や厄事を代わりに受ける身代わり人魚ってのがあるんやが、影にえはつまり生きてる身代わり人魚や。高貴な生まれの人間や政治的に欠かせん人間の影となって、その人間が受けるはずの災厄を全て引き受けるニエとなる。真神家の影にえの本体が誰なんかはトップシークレットや。一説によると代々の総理大臣の半分ぐらいはその世話になっとったっちゅう話や。だからカムイ、お前さんのお母も誰の身代わりだって言うんだ。トール姉さんは私がまだ中学生の頃に家を出たのよ。その時こう言ったの。今ある人の子供を身ごもっている。その子は世界の行く末の鍵を握ることになると。あなたのことよ、カムイ。だから姉さんはこれから先にあなたにかかる災厄のすべてを背負い燃え尽きた。あなたの影にえとなって。バカな。そうね、無理もないわ。あなたはまだ自分が何か分かってないから。カムイ、もう一つ伝えておくことがあるわ。あなたたちが奪われた真剣のことよ。盗まれた真剣の行方は知らない。でも真剣はいずれあなたの手に渡る。なぜだ。あなたが手にすべき真剣が別にあるのよ。カムイの真剣が7人の見つかりのうちの1人に奪われる。そして再びカムイの前にその姿を現すとき、真剣はその姿を変えているだろう。手は愛も聞いたろう。そう、つまり真剣は2つ存在する。奪われたものとこれからあなたが手にするもの。それはどこにあるんだ。まだこの世に出現していない。そんな話信じろってのが無理だぜ。あんたの話は何もかもだ。結界の中で戦うしかないか。結界や。誰かが結界を張り寄った。病院の方角や。カムイ、もう一つの真剣はいずれあなたの手に渡る。その時に会いましょう。待てやカムイ、ワイは一緒に行く。また会いましょうカムイ。
界の中に、なぜ。ですよ。誰がこんな式を放ったんでしょう。やはり地の竜、七人の見つかりの仕業でしょうか。それにしても見事な結界でした。僕じゃとてもああはいきません。ではあなたは。あなたと同じ立場の者、天の竜、七つの封印、そのうちの一人です。ああ、いかん、編集部からだ。もしもし、どちらにおかけですか。間違いですよ。はい、すいません、せっかくお会いできたのに仕事で戻らなければなりません。またお会いしましょう。じゃあ。よろしかったらこれどうぞ。女の子は体冷やしちゃダメですよ。じゃあ今度こそ。編集部員青木誠一郎。ここで何してる。カム。お前か。何をしてた。返事によっちゃただじゃおかねえ。またまた。ここで結界張ったんはあんたか。あなたが荒野からの来訪者です。ちゅうことは姉ちゃんも七つの封印のうちの一人か。この姉ちゃんはわいらの味方や。今しがたもう一人の方ともお会いしました。もう一人。そうか、みんな集まってきとるんやな。わいらは今カムイのおばさんにあたる真神家の人に襲ったとこや。真神影にえの。おお、姉ちゃんも業界の人間らしいな。なら現代最高の陰陽師スメラギ家、いやひょっとしてお伊勢さんか。ビンゴやな。なあ神、さっきの真神さんの話、お前さん信じられんかったんやろ。当たり前だ。ならもっと詳しい話聞きとないか。お前さんが何者かよう知っとる人。よっしゃ、お伊勢さんのお姉ちゃんに案内してもらおう。どこへですか。とぼけたらあかんて。おしみのじいさんから聞いとる。国会議事堂の地下に夢見る姫君が住んでるってな。姉ちゃん美人や。はい、姉ちゃんに決めたわ。何のことですか。さあカブイ、あとはそのお姫さんに詳しく話してもらうや。